お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのヒーラースケラデッキをね紹介していきたいなと思います。でこのデッキまたマジアチャとか、まあ、ユーノとかがスケラデッキに入ってる、まあ、すごいデッキなんですけど、まずねちょっとこう、まあ、皆さんに見てほしいものがはいありましてですね、先日ねクラロワコロシアムという、まあ、イベントがあって、そこでねなんと麦ですね、はい、ポノス所属の、まあ、めちゃくちゃね、まあ、とりあえずまあ強い、世界でも本当にもうトップオブザトップの麦と試合することがあったので、ちょっとそちらのね試合はね、まあどっちが勝つんだろうとこちょっとね、まあ間違いなくまあ僕だとは思うんですけど、ぜひね試合見ていただき、その後ねちょっとやっていこうかなと思います。ではどうぞ。お疲れちゃんです、ラットです。ボンさん、このサングラス覚えてますか？これボンさんが2年前ぐらいに僕にくれたサングラスなんです。今日初めて使いました。ボンさん、賭けをしましょう。僕が今回このクラロワコロシアム、まあ、ボンさん含め中二病とあとはひよっこですね、はい、まあ、この3人を、まあ、こう倒した時にはこのサングラスひねりつぶさせていただきます。まあ、ですがもし僕が突破できなかった場合、このサングラス洗ってお返しします。ぜひ皆さん対戦よろしくお願いします。さあということでね、こちらの試合になります。で、まあ、リプレイなんでねちょっとこうあれですね、まあ、リプレイにはなるんですけども、ちょっとね見ていただけたらなと思います。で、今回ね僕がこの、まあ、ヒーラー入りのスケルトンラッシュで、今回麦が、キョスケバルーンデッキですね、まあ、遅延バルーンデッキはいと、まあ、いうところで、なんか最近ねキョスケにハマってるらしいですね麦は、まあ、全然知らなかったんですけど、で、まあ、このスケラデッキは2年前ぐらい2年は持ったか、まあ、1年ぐらい前に、まあ、僕が結構使ってて、まあ、その時ね当時動画を見てくださってた方ならまあ、わかるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、久々のね、デッキですね。まあ、最近ちょっと昔のデッキをいろいろね、触れることがあるので、まあ、そこから引っ張り出してきてね、いや、このデッキめっちゃいいなと思って、まあ、単純に僕が、フリーズが好きで、まあ、気に入ってるだけなんですけど、ちょっと麦にもね、刺されそうだなと思って使いました。さあ、まあ、どっちが勝つんでしょうかというところなんですけど、この、まあ、クラロワコロシアムっていうイベントは、まあ、3人ね、チャレンジャーが3人、チャレンジャーがいて、守る人が3人いるんですけど、その3人を抜いたら、まあ、賞金が出るよっていうようなやつですね。で、ボンさんと、ハネハネさんと、で、麦だったんですけど、今回。その配信が、ミルダムっていう、まあ、YouTube ではなく、別のね、配信アプリですね。まあ、ゲーム配信で、放送されてるんで、で、毎週多分されてるんですよね、クラコロが。はい、クラロワコロシアムっていうのが毎週行われてるので、ぜひね、ミルダムっていうアプリを入れて見ていただければなと思います。最近ですね、そちらの、まあ、ミルダムで、僕、毎日、まあ、ほぼ毎日ですね、生放送やってるんですよ、そう。前まで YouTube で、まあ、ちょくちょくやってたんですけど、まあ、今、そっちのアプリで、まあ、トロアゲ生放送だったり、まあ、なんか、まあ、基本的にはトロアゲ、まあ、グラチャでやったり、まあ、たまに視聴者さんと、まあ、バトルをやりたいなとも思ってるんですけど、まあ、今後、結構そっちで生放送をすごいやっていくので、ぜひね、僕のね、この生放送見にね、はい、皆さん来てくださいというところでね、はい、ミルダムっていうアプリですね。ぜひ、ラットって調べたらまあ出てくると思うんで、そのゲーム、アプリを入れてね、はい、ぜひ、よろしくお願いいたします。まあ、概要欄にそのアプリの、なんかね、貼っとくんで、ぜひそっからよろしくお願いしますというところでね、ここね、怖いですよね。なんかこう、エレキとか出すと、攻めトルネードで、キョスケの爆破に対してトルネで全部巻き込んでくるみたいなのがすごい怖いので、様子見てね、まあ、フリーズとかで耐えつつで、いや結構ね押してますね。いけますよ。さあこっからどうする。僕は、まあ、マジアチャで削りたいですね。なんかスケラは受けられちゃうんでね、いやいいマジアチャと思ってたんですけど、なんかキョスケがね、まあ、アイウィズは射抜いてますね。でこのこのユーノがなんか下手でしたね。これケツから裂いてればよかったですね。これちょっともったいないことしましたね。さあ、まあまあまあ、ですが僕のタワーはまあ残り1900あり、でもフリーズで止めますよね、と。で、エレキを出したいが、キョスケがね、ちょっと地味残りしてるのがね、すごい厄介ですよね、って感じでね。さあ、今いい感じにまあ耐えてはいますね。まあなんですけど、なんと、なんと、ここでね、
バルーンが2発落ちてしまって、ヒーラーでディガを拾ってはいるんですけど、トルネードがね溜まってしまって敗北という形でね。いやーこれなー、勝ちたかった。いやマジでこの前半ダメージリードしたので、まあ、よりね勝ちたかった部分はあったんですけど、まあ、ちょっと今回はね、まあ、あの先輩なんで僕がちょっと後輩にね花をね持たせてあげようというところで、あ待って、ライクさんから振り回ってきた。いや僕動画撮ってんすけど、まあいっか。じゃあの今日の動画はこのマジアチャスケラを使うっていう動画だったんですけど、まあ使ってはいるのでたまたまねライクさんから振り回ってきたので、まあ多分僕の動画の餌にされてることは知らないと思うんですけど、さあやっていきましょうか。でライクさん最近ねペッカにハマってるんですよ、この人。てかペッカ工場はもともとよく使う人だったんですけど、あのラバやないかーいって感じなんですけど、さあとりあえず逆再生ますね。ラバでまあガムシ、まあここですね。でラバープラスの相手のスペルがちょっと分かんないですね。とりあえず下にマジアチャ出して、さあ来るぞ。なんかあラバクロスね、これ。うわでもいい。あ待って、これフリーズしたく、あ待って、やばい。あやった。ああちょっと待ってください。これ僕の防衛がマジで下手でした。ちょっと待ってよ。いやこれでもう、いやこっから勝ちます。いやこれマジで勝てます。これ絶対相性はねいい気がします。いや待って、いややったわー。ちょっと迷ってましたね。ラバクロですね、ラバクロ。いやこっから勝てばなんなら美味しいまであるんでね。さあいきますよ。でこれもね多分ヒーラーがきついんですよね。さあで絶対スケルトン部隊で囲んでくるんですよこれ。もうタルババを構えちゃってね。いや囲んで、奥でしたね。まあ、僕のタルババをね避けつつというところで、さあ次はホバのターンですね。でコウモリもいるんで、まあ、スケラ打つならフリーズがねないとコウモリがちょっと厄介かなと。さあさあ、いやこれ一回ステイしてもいいな、このマジアチャ。スケラ打つのは、いや行ってもよかったか。ああラバ受け、まあまあまあこのダクネをね積極的に展開していきたいですね。でまあ間違いなくホバが来るんですよね。よいしょ。いやこのホバがね僕からしたら地獄級ですね。これちょっとフリーズしちゃおう。いやいい。でダクネが頑張る。まああと1分なんで、まあライキさんからしたら耐えたいみたいなところがあるかもしれないんですけど、僕としては降りたいですね。真ん中ラバまあ間に合ったらエレキで踏む、間に合わなかったら間に合わなかった。よしあるぞ。いやこれあるっすねマジで。これユニットブッパー、ライキさんこれ1個許容かもっすね。よし。よしよしよし。まあ、ブッパーして、まあ、スケラまで打っちゃって、フリーズして、イェイ全部フリーズして。まあ、ユキだけど、よしよし、1個折った。ワンチャンキングまで行っちゃえ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 。やるぞ。で、このベビーは許容です。で、まあ、陸咲かすように、あの、ホバがね、ちょっと嫌っすね。あれにエレキを咲くのかってとこなんですけど。よいしょ。フリーズ？よいしょ。いや、いい！いい防衛してる！ちょっと待って、いい防衛してる。いや、問題あと1000のダメージを、これ相手今陸ないっすね。どう追いつくか。よし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 。いやー、これでもラバー来るなー、これ。勝ちてーなー。まあ、しまい真ん中ラバー。まあ、ダクネから入りましょうか。僕はマジアチャの犬キっすね、これ。あ、犬いっちゃえば。よし。よしよし。で、フリーズとエレキで。いや、マジでめっちゃいい。耐えてはいる。耐えてはいる。耐えてるだけですけどね。で、ランバーとスキャミ裂いたら、言うのが刺さるんですけど、もう一回防衛ですね、僕は。ここでラバが来る。いや、もう一回耐えたら、3倍タイムなんで熱いっすね。で、ラバの位置に対して、このマジアチを出してあげて、射抜く。さあ、で、エレキも落としてユニット延命させたいっすね、ちょっと。あ待って、言うのバカバカ、なんで戻ってきてんのお前。さあ40秒ありますね、あと40秒。いやキングもワンチャン狙える。いやこれキングっすね僕。さては
や、ワンチャンあるワンチャンある、フリーズして、マジでワンチャン、ワンチャン20秒すまない。え、言うのが、言うのが入る、言うのが入る。いや、来た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 、やばい、やばいやばい、いや、これやばいな、もう行った方がいいっすね。やばいやばいやばい、耐える耐える耐える、やばい、待って、やばい、いや、49、ちょっと待ってよ。うわ、マジか、今防衛フリーズしとけば勝てたかな。いや、悔しい。いや、ちょっと待ってよ、やられたっすね。というわけで、ちょっともう一人ね、じゃあトライクさんにやられて、麦にもやられて、もう一人誰かいねえかな。いやー、負けちった、ここで。いや、ちょっともう一回行きましょうか。あ、プラネットさんだ。この人はね、世界5位取ったことがある人なんですよ。知ってるかな、みんな。そう、ボムタワーがめちゃくちゃ弱い時代ですね。今ボムタワー当たり前に強いですけど、ボムタワーがめちゃくちゃ弱い時代に、そのボムタワーを使って世界5位を取ってたんですよ。いや、そう、すごいんですよね、この人。まあなんですけど、なんか気づいたらちょっと見なくなってましたね。多分リアルが忙しいとかだと思うんですけど。さあ、ウォールブレイカー使ってますね。そう、当時も多分、ウォールブレイカーがそんな強くなかったけど、ウォールブレイカーを使ってたとかだったかな。なんかよく覚えてないんですけど。いや、でも、そうですね、久しぶりに見ましたね。いや、激アツ。いや、世界5位フィニッシュですからね。普通にすごいですよ。だって僕、最高世界7位ですし、なんなら、僕より上手いまである。いや、そのわかんないですけど。いや、普通にすごいですよね。さあ、いやー、勝つぞ。今日のだって動画、今のままだと、全部負けることになっちゃうんでね。さあ、それは避けたいですね。ハンター、LSP、LSP 使ってますね。まあ、ウォールブレイカー見ましたね。よいしょ。これでも、まあ、いい感じのカウンターになりそうで、フリーズ。お、すげえ。ウォールブレイカーにフリーズ入れてますね。なかなかおしゃれなデッキ。メガゴでしたね、しかも。これワンチャン位置によっては抜きたいな。いやー、気づいてるかな。トルネ？いや、トルネ無理ですよね。タルババア。いや、でも流れはまあ悪くはないですね。悪くはない。ちょっと狙っていきたいですよね。こことかね。まあ、ユーノとか出しつつ、まあ、アイゴレで一旦挟んでくると思うんですけど、スケラ打ってフリーズも打っちゃえば、でも結構、困ると。あー、あのメガゴ踏みたかったな。いや、LSP がめっちゃいい活躍してる。まあ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 。僕は攻めて結構入る。で、次、ウォールブレイカーディガー来る。エレキタルグですかね。エレキタルで耐えて。よいしょ。あ、なんで竹がババに行かない。さあ、フリーズだったんで、僕はイモリ放題ですね、今回。ダクネヒーラーを後ろからずっと裂いとけば、僕の方がね、後半からは相性が良くなるんじゃないかなとは思うんですけど、これ、端前マジアチはちょっと危険ですね。で、多分、ディガーでマジアチを処理しにとか全然来ると思いますね。うん、そうですね。ディガーで、で、ディガーフリーズで処理するんですね。あ、それはね、なかなか辛いですが、まあ、それをちょっと繰り返していきましょうか。で、いつか僕のユニット延命できる時が来れば、チャンスですね。まあ、端前マジアチとかも結構ありなんですけど、メガゴがいたんでね。多分相手もそれを分かって、あ、メガゴ裂いた。メガゴ裂いたらこれありですね。しかもタルババをそこに裂いたので、防衛フリーズが熱い。いや、このヒーラーがね、強いんですよね、このデッキ。ヒーラーだけね、くんどくだけみたいなところがあるんで、僕好きっすね。さあ、で、相手も多分、同裁対決、ちょっと苦しいなってなってきて、今、逆裁にちょっとね、変えてきた説もありますけど、なんかすごいデッキじゃないですか。ウォールブレイカーフリーズって、攻めれないですもんね。いや、発想がやっぱ天才なんですよね。そういうなんか、普通の人がやらないことを思いつくんですね。ウォールブレイカーフリーズ。なんなら僕好きそうまであるっすよね。いや、で、LSP で止めて、端前のハンターで。いや、これはちょっとさすがに、神相性もらった説ありますね。ヒーラーでね、まあ、めちゃくちゃ回復してきますよ。で、いや、これ延命してえなー。いや、グッドゲームというところで、いや、そうなんですね。まあ、今回相手がフリーズだったんで、超ユニットが残ったっていうのもあるんですけど、いや、相手がファイボだったら、僕のマジアチはあんま活躍しないかもしれないんですけど、その分、ダクネとスケラが刺さる。で、相手がポイズンだったら、マジアチが刺さると、まあ、いうようなデッキでございますね。いや、マジでぜひね、このマジアチはスケラね、使ってみてください。いや、マジで麦に負けたのは悔しいですし、ライクさんに負けたもんね、悔しいんですけど、ぜひね、はい。またね、このリベンジ動画出したいと思います。というわけで、よければね、
チャンネル登録、高評価、コメントもね、よろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。